そう、クワという字ですね。最初のこの部分を少し大きめですね。下の2つはほぼ同じ大きさで止めます。じゃあ長い位置を書いて、中心を必ず守って45度で、ここよりも下がらないようにして、同じく45度で払っていきます。